はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。はい、ロータスラジオ始まります。案内役は、僧侶で仏教研究者、仏教 DJ こと正門と、はい、ヨガティーチャーのリタです。よろしくお願いします。はい、リタさんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今回のテーマ早速発表させていただきます。今回のテーマはこちらでございます。おお、きた、一辺承認でございます。一辺承認、はい、一辺承認聞いたことありますか？聞いたことはありますが、はい、ちょっと全然詳しく知らないです。詳しく知らないんですか？大変申し訳ございません。はい、あの偉いお坊さん、すごいお坊さん、うん、やばいお坊さんが書いてあるけどね。やばいお坊さん、はい、やばいの？あの仏教2500年の歴史にはたくさん、あの、はい、インドにも中国にも日本にもたくさん、うん、お坊さん高僧と言われる方いらっしゃいますけど、うん、何を隠そう、私が一番好きなのがこの一辺承認です。あ、そうなんですか？はい、へえ。あの実は私浄土宗の人間なんで、浄土宗の宗祖さんというのは法然上人でございます、うん、はい、うん、だから本来であれば法然上人が一番好きとこう、うん、答えなきゃいけないんですけども、うん、僕のナンバーワンはやっぱりね、やっぱいろいろ勉強しててもやっぱりね、うん、一辺承認なんです、うん、もうね、なんでだろう、そこが知りたいわ、うん、とにかくかっこいい、うん、かっこいいんだ、はい、もう副題で捨てて捨てて捨て果てた、うん、超果てた。何、めっちゃ捨てとるやん。マジでね、捨て果てとるやん。捨て果てたって、ロックなんですよ、一辺承認って。本当にロックなんだ。へえ。もうあの、なんていうのかな、もう権威とか自分をうん、なんか偶像化するとか、はいはいはい、もうそういうのもう全部ことごとくこう、なんていうのかな、拒否っていくんだよね。ああ、すごいね、壊していくんだ、うん、だから普通さ、そういうイメージに、うん、そうそうそう、あの築き上げたイメージ、うん、ブランドってさ、はいはいはい、残したいじゃん。うんうんうん、例えば本とかいっぱい書きましたとか、はい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 、まあまあ本とかいっぱい書いたとか、こうやって YouTube でたくさんやってたら、うん、はいはい、まあ、アーカイブにして僕のこのコレクションみたいな感じで、うん、はいはい、一応残したぞみたいなやつね。はいはいはい、うん、ないんだ。もうぶち破る、破っていくんだ、ビリビリビリみたいな。ぶち破る、もう生涯の最後に燃やしちゃったりするし。マジですか？すごいな。なんなら一辺承認すごいっすねって言われたら、いや全然すごくねえしみたいな。なんか一辺承認あの、うん、亡くなりかけの時ね、あの、うん、紫の雲がね、だいたい高僧が、偉いお坊さんが亡くなる時って紫の雲がこうたなびくんですよ。見たことないわ。本当に、まあ、たなびきがちなんですよ、まあ、それが、うん、たなびきがちなんですね、はい、そういう感じなんですね、はい、まあ、それ偉いお坊さんの、うん、そう、偉いお坊さんの、まあ、ベタな設定なんですよ。はいはいはい、偉いお坊さんが亡くなる時は紫の雲がたなびいて光がこうなんかこう出してみたいな、ベタなこの亡くなり方なんですけど、はいはい、うん、あのそれが出たんですよね、一辺承認の時も。ほう、出たんだけど、はい、あの、うん、自分でいや、こんなベタなことが、うん、あの、うん、俺が死ぬ時に起こるはずがねえみたいな。否定した。否定して、いやもういいじゃん、もう弟子たちが、うん、もうこれ紫の雲出てますよ、すごい光も来てます、すごいすごい承認って言ってるのに、こんなベタなシチュエーションが俺の死に際に起こるはずがねえみたいな感じで。かっこよ。実際怒らない、実際ね、その時死ななかったりするんだけど、しないんだ。同じ、なないんだ。でもとにかくね、ベタを嫌うんですよ、もうベタを徹底して、はいはい、ありがちだよねってやつがね、ありがちだのって徹底排除するし、はいはい、まあ、あと、なん、もうとにかくアーティスティックなの。へえ、もうめちゃめちゃアート、とにかくもうアートなのよ、この人の一生。めっちゃ楽しみなんですけど。へ、そんな人がいるんだ。そう、普通のお坊さんだったら、うん、まあお勉強して、あの座禅して、はい、寺にこもってとか、うん、まあ、うんうん、なんかこう聖人君主みたいな感じじゃない。この人はもうとにかく歩く、とにかく街へ出て、みんなの前で舞台の上で踊るみたいな、はい、かっこいい。はい、ダンサーもやってたんですか？ダンサーもやってるし、うん、しかもあのポエムとかめっちゃ出すんですよ。ポエム、まあ、かっこよいわ、本当に。で、またその、本当でもね、芸術肌なんだね。そう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 、うん、で、またそのポエムがめちゃめちゃかっこいい、もうめちゃめちゃロックなの。はい、聞きたい。いや、なんかその、ごめんね、イメージ的に一休さん的な感じ？はい、いやいや、確か一休さんもロックです。あの、この路線ですけど、うん、ね、うんうん、路線だよね。一
休さんはね、うん、ちょっとでもなんかね、うん、俺かっこいいでしょみたいな雰囲気がちょっとあるんですよ。分かってる。ちょっとそんな自分に酔ってるところがある。なんて言うんだろうな、うん、一休さんのあのなんとかロックさっていうのは、うん、ちょっとこう演出かかっ、ちょっとやりすぎじゃないみたいな演出がかかってる。うん、ナチュラルなんだ一辺少年は。そう、まあ前奏とこの一辺少年っては念仏の人ですから、その違いも。あ、そっか。ちょっとこうなんかなんていうか、ちょっと作為的というか、あえてこうベタじゃないこと、はいはい、うんうん、でなんかその一周回った感じを、ね、かっこいい、かっこいい、かっこいいって言わないけど、ちょっと、うん、まあちょっと作った感がなきにしもあらず。なるほどね。うんうんうん、無理くりそれを増してね、うん、そう。でも一平商人はもう湧き上がるパッションみたいな感じ。めっちゃいいじゃん、もう最高、そういう人。そう、なんか、あのもうお念仏で救われるって分かって、もうとにかく踊っちゃいたくて、もう自然に踊っちゃって、うん、で当然非難とかされるんですよ、何踊ってんのみたいな、はいはい、そんな競技ないしみたいな感じで、うんうんうん、いろんな非難されるんだけど、うん、いやもう湧き上がっちゃうから仕方ないじゃんみたいな感じ。最高。すごい、岡本太郎みたい。いいな。そうそう、岡本太郎みたいな感じだよ。もうね、ね、もう本当に湧き上がるパッションと芸術、クリエイティビティみたいな感じで。うんうんうん、へえ。質、お坊さんって結構過去の文献とかを参考にして、うん、過去、うん、偉いおばさんがこう言ってて、お経にもこう書いてあるから、絶対このお念仏で救われるんですよみたいな、そういうなんていうかな、うんうん、文献を漁ってこう、うん、ちょっとその自分の教義を確立するっていうところがある、うんうんうん、あって、まあ法然上人とか親鸞上人とか結構そういう感じで、あの、うん、本もたくさん書いてらっしゃるんだけど、うんうんうん、一平上人のそのやり方っていうのは、あのもう夢で見ちゃうんだよね。夢で見ちゃうんだ。、うん、しかもそれもなんか阿弥陀様とかじゃなくて、あの、うん、熊野の神様とかから直接啓示を受けて出た。なんかもうシャーマンみたいな感じだよ。すごい、なんか繋がってんだね、もうね。そうそうそう、ね、もう超スピリチュアル、うん、もう何か開いちゃって、そうそうそう、そことがっつり神様が繋がってて、そうだから、う正直教義とかお経に書いてあるとか、うん、もうそういうとちょっと度外視して、あ、もうね、なんていうのかな、うん、もう仏とか神とこう、うん、直で繋がっちゃうみたいな。もう感じてるから、もうね。そうなの。協定も何もないよね、もうね。そう、感じてるから、もう感じちゃった、直接もらっちゃったみたいな感じで。うんうんうん。だから、なんて言うんだろう。すごい。あの、リアル宗教者っていうか。ああ、そうだね。もう、確信ですよね、もう彼にとってはもう。そうそうそう。ね、神っていうものは。うん。なんかもう存在してるよねみたいな。そうそうそう、仏教っていうよりも仏教の枠を超えて、なんかもう、うん、もうシャーマンとか、ね、あ、ネイティブアメリカンとかとか、はいはい、うん、そういう感じだね、うんうんうん、もちろんヨガの聖者とかも含めて、はいはいはい、なんかもうね、直接つながっちゃう、もう本当になんかスピリチュアルエリートっていうか、すごいね、チャクラ全開ですね。チャクラ全開なんですよ。全開ですね。僕もうめちゃくちゃこの人の一生好きで、何回も勉強してて、実は過去にも放送してて、うん、直樹くんとやってたんだけど、はい、まあその時はちょっとね、なんていうの、ちょっと著作権使っちゃいけない資料とかバンバン出しちゃったもんで、それで一回取り下げてたんだけど、うんうん、どうしてもこの人の生涯をもう一回やりたい、うんうん、聞きたいと、はい、今紹介したようなもうスピ系全開というか、もうスピリチュアル全開の人なんで、うんうんうん、これはリタさん聞き手としてもぜひぜひ、いや、なんかつながれそうな気がするわ、一辺の商人と私、そうそう、つながれそうな気がするんで、ね、うん、だから今回聞き手をリタさんにして、一辺商人の生涯、はい、これアップデート版で、はい、しかもその後僕、うん、1年ぐらい前にこれ1回放送したんで、うんうん、1年間だいぶこう一平上人のまあ聖地巡りとかもしたし、本当、はい、本ももうちょっとかなりリスペクトしてますね、かなりリスペクト、で本当にだって一番は誰って言われて、やっぱり一平上人って答えちゃうもん、へ、うん、そうなんだ、そうなりたい、長門さんもそうなりたいって、どうなのかな、自分がなりたい、でもね、うん、なれるかな、難しい、私はなれるかどうか置いといて、うんうん、どうかな、でもこういう生き方が最高だなと思う、あ、理想的な感じの、うん、マジかっこいいみたいな。いいじゃんいいじゃん、やってこそうって、うん、はい、まあでもこのアーティスティックなところとかはすごく私も勉強したいというか、うん、うんうん、私もやっぱりアート好きだったし、なんか、ね、うん、そういうアプローチ、いろんな、うんうん、なんていうか、ただお寺でこもって普通の、うんうん、ルーチンのようなお勤めをしてるんじゃなくて、いろんなこう実験的な要素、もうこの人って本当、うんうん、
実験もう実験めっちゃする人だから、そうなんだ、そういうパッションって大事にしていきたいと思ってるので、だからどんどん挑戦していくってことですよね、実験するってことは、はいはいはい、うん、エラーもいっぱいあるけどトライもいっぱいするっていうことでしょうね、そう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 、うんうん、だからその生き方は僕はすごく参考にしてというか、あの自分の活動の、あの、うんうん、糧にしていきたいなと思ってるので、まあまあとにかくこのかっこよさ、はい、ロックさっていうのをね、うんうん、あのぜひ皆さんには味わっていただきたいと思いますので、楽しみ、はい、今回からシリーズ一平賞にやばいお坊さんです、やばいね、はい、お送りしていきたいと思いますので、はい、あのお楽しみくださいませ、はい、まずはこの生涯、誕生から順を追ってこうご紹介していただけたらと思います、うんうんうん、まず一平賞に1239年、うん、鎌倉時代ですね、鎌倉時代の、まあ、あの終わりぐらいに生まれてらっしゃいます、うん、鎌倉時代ね、はい、松山なんだ、うん、はい、出身は松山、四国ですね、はい、愛媛で生まれるということです。で、もともと一辺っていう、一辺っていうのは法名なんでお坊さんの名前なんで、もともとは、川野さんって言ってたんですよね、へえ、河野さんとも読むんですけど、まあどちらでもいいんですけど、うんうん、この、川野道博さんってお父さん、うん、で、この川野家っていうのは、古代から続く名門の家系です。へえ、川野通信って書いてある、川野ね、道信っていう、ね、そういうこと、道信か、はい、川野通信っていうなんか会社なのかと思っちゃったあ、でも今でも河野太郎っていらっしゃいますよね、うん、河野太郎大臣って言います、はいはい、うん、はい、あの人はこの河野家の人ですね、すごい、はい、本当、これ古代のなんていうの、あ、なんていうんだったっけ、うん、あれ、あの国の宮津湖みたいなあるじゃん、うん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 、あの愛媛はなんて言ったっけ、愛媛って伊予の国の宮津湖みたいな、伊予かな、うん、はい、あの、うん、あのレベルの昔から続いてる家系で、はい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 、名家ですね、ま、はい、うん、まだ奈良時代とか突入する前からの、うんうんうん、へ、名家で、うんうん、しかも水軍です、水軍、へえ、はい、あ、まあ、まあ、海のそばだからね、はい、海のそばで、うんうん、まあ荒くれ者の海賊たちみたいな感じだった時もあるし、はい、まあだった時もあるし、だんだんこうなんていうの、あの勢力が増してくるとちょっと貴族化するところもありますけど、うん、へえ、あの有名もなんだっけ、村上水軍って知ってる？聞いたことあるけどよく詳しく知らない、うん、村上水軍、まあ、はい、うん、もう村上水軍の娘とかすごく小説にもなった、映画にもなった、はいはいはい、うんうん、アニメにもなったしすごい有名なんだけど、うんうん、まあ、あの村上水軍って毛利家、毛利家ってのは広島の毛利さんとの、うん、まあ、水軍を担って戦国時代にもうめちゃくちゃ活躍した、うん、あのそういう家があるんだけど、まあ、そこと双璧をなすと言われてる川野水軍の出なんですよね、だから、まあ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ名門のお坊ちゃんなんだけど、まあ、名門であり、うん、まあ、まあ、荒くれ武士の、あの、すごい武士の家の、ね、あの、うん、まあ、御曹司、まあ、御曹司じゃないな。まあ、お坊ちゃまでもあり、うん、その名門のでの、あの、出身という感じです。それがなんでまたって感じですよね。はい。で、なんでまたなんですけど、うん、まあ、時代背景を説明していきたいと思うんですけど、うんうん、まあ、ここにちょっと書いてあるんですけど、上級の乱っていうのが起こっちゃうんですよね。ありましたね。あ、さすが日本史、うん、あの、はい、ちょっと強い板さんですね。いや、そんなことないですけど。日本文学専攻だもんね。あ、そうです、そうです。はい、鎌倉時代ですね。鎌倉時代の、うん、この源の頼朝が作ったんだけど、頼朝さん亡き後、うん、この上級の乱といって、うん、後鳥羽上皇、京都の、うん、上皇様が、うん、あの幕府に対して、こう反乱を起こしたんですよね。ほう、で、うん、全国が、幕府型、関東の鎌倉の幕府型と、うん、京都の上皇型、こう2つに分かれてこう、うん、まあ、昔の関ヶ原みたいな感じですね、うん、あの日本を二分する戦いがありました、うん、その時に残念ながらこっちの川野家っていうのは、負ける側の上皇さんの方についちゃったんですよね。あー、そうか、うんうんうん、はい、だからそれまで鎌倉幕府の中でかなり、あの、うん、なんていうか、うん、重んじられてた有力者だったんですかね。はい、うん、あの、うん、北条氏とも縁戚になるぐらい の、はいはいはい、あのすごい名門というか、まあ、名門であり、あの、まあ、有力者であったんだけど、うんうん、ここで、まあ、選択を誤ったというか、うん、まあ、ね、こういう風だもんね、昔はね、どっちにつくかでね、
うん、まあ一般的にねこの西の方は京都に寄ってるんで、うん、あの京都型についちゃうってことが多かったみたいですね、うん、あそういうことね、まあ、ネット情報とかもないんで、まあ、近い方がつくっていうのはよくあったみたいで、うんうん、これで負けちゃって、この実家の、河野家川野家っていうのは没落なんですよ、うん、没落ですか、はい、あら、あらあら、で、うん、この没落したこっからちょっと出家コースっていうのが出てくる、あら、うん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 、そうだね、で合わせてこの時に、うん、おじさんとか、おじさんの方は幕府型についてたんですよ、うん、つまり敵型にこう敵味方に実は一族で分かれてた、うん、本家の方は、上皇型京都の方についてたけど、うん、一部おじさんとかは幕府鎌倉の方についてて、うん、こう自分自身の一族が敵味方に分かれて争うっていう、そういうなんていうか殺伐とした光景を目にしてる、うん、そんな時代背景だったんですよね。へえ、はい、はい、じゃあ幼少時代から出家までをご紹介したいと思います、うん、お父さん道弘さんっていらっしゃいました、うんうん、が、出家してたんです出家しちゃったんですよ。あ、その没落した後に、あのね没落する前にね、うん、出家してみたよね。あ、そうなんですか。もうやばいなって思って、うん、というよりも多分本家の長男じゃなかったんだろうね。ああ、そうか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 、うん、次男とか三男とか、うん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 、で家を継ぐ人じゃなかったらしくて、あ、そうかそうか、でたまたま出家してたら、たまたまさっきの大きい戦があったんですけど、うん、はいはい、だからそれに出家してたから巻き込まれなかったんですよ。あ、確かに、なるほど、はい、逃れられたわけですね。はい、うん、そうなんです。で、うん、ちなみにお父さんは結構やっぱり有力者だけあって偉いお坊さん、うん、あ、青山浄土宗の聖空上人という、へ、今でも、青山浄土宗、愛知県だったら曼荼羅寺とか知らないですか？はい、ありましたね、うん、あそこというか我々が出会った場所ですね。そうです、そうですね、はい、藤の綺麗なね、はい、藤の綺麗な、はいはい、一緒にね初めて出会った、ヨガをしてそうでしたね、その出会いでしたね、はい、あそこ青山浄土宗ですけどあ、はいはい、あれの、うん、なんていうか、あの浄土宗、青山浄土宗を作ったのがその聖空上人。へえ、そうなんだ。だから今にも残る、の宗派を一個作ってる、まあ偉いお坊さんですね。すごくないですか。へえ、法然上人の直弟子ですね。へえ、うん、その人にこの、うん、一平上人のお父さんは出家して、うん、指示してというか教えてもらってたんですよ。へえ、はい、だからもう父が出家してたんで、うん、まあちょっとこの仏教に馴染みがある、うん、ハードルは低いですよね、はい、そういう家庭に、生まれ育ってるんですよね。で、まあ、出家してたら、うん、一平上人はできないですから。そうじゃ、そうですよね、なん、はい、でだろうって思った、はい、うん、一応お父さんは出家してて戦乱に巻き込まれなくて、うん、でも一族没落して男の人がみんな死んじゃったんで、うん、帰ってこいと言われて。なるほど、はい、で一回お坊さんも辞めて、うん、武士に戻って、あら、で家族を持つんですよ。なるほど、河野家を絶やしてはいけないみたいなね。そう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 、そういうことです、うんうん、でだから悲惨な戦争から18年後ですね、一平上人はこの道弘さんというお父さんの次男として誕生するわけでございます。ちょっと待って、いくつぐらいなんだそれ。だってお父さんが、お父さん、うん、結構年の時に生まれた。お父さんはだいぶいってるでしょうね。ですよね、はい。出家してたっていうのはちっちゃい時にっていう話じゃないもんね。いや、多分大人になれば出家して、うん、ね、なぜかというとこのお父さんの修行仲間が後で一辺少年の先生になっていくんで、うん、おー、おー、だから、だいぶ大人になるまで勉強されてたんでしょうね。へー、うん、はい。そして、幼名小寿丸と言いまして、一辺少年は、うん、生まれます。はい、ただ10歳の時に、あ、これお坊さん、うん、偉いお坊さんあるあるなんですけど、なんかそういうパターン多いですね。はい、はい、お母さんが亡くなってしまう10歳にして、これは蓮如上人の時もありましたしね。浄土真宗を日本一の教団に育て上げた蓮如上人っていらっしゃいますけど、うん、はいはい、この方も10歳で母を亡くし、うん、あの人も10歳で母が、うん、出奔しちゃったのかな、いなくなっちゃったんだよね。へえ、まあ本当に大きな喪失体験、喪失体験をしたっていうかね。うん、うん、法然上人も幼少期にお父さんが
なんていうか殺されるっていう事件があった。はい、うわ、この辺の時代の人は鎌倉室町とかで殺伐とした時代だったんで、うん、結構その身内のショックがあって、うん、まあこれで出家するっていう、世の無常を悟り出家するっていうのは結構あるパターンです、はいはいはい、一平少年も同じようにこの10歳の時に母を亡くした、うん、そしてお父さんは昔出家してて、あの仏教というのがいいもんだよってことを分かってたので、まあ、父も勧めもあって、うん、伊予、松山というか愛媛県の、うん、四寺というところで出家いたします。なんか私のイメージだと四国だとさ、やっぱ空海さんのさ88箇所のイメージがあるから、うん、なんか浄土系に出家するっていうのはなんかあるんですかね。 これはお父さんの影響でしょうね。うん、お父さんもそういうなんか信仰があったのかな、もともと縁があったというか。西山浄土宗の宗祖、うん、聖空上人の弟子ですから、うん、ねえ、当然その浄土系、もう浄土系もしかもまだ法然上人の、ま、孫弟子レベルですから、多分すごいこの浄土感化力、めちゃくちゃ感化を受けてたと思うんですね、うんうん、もう、まあ、そうだね、めちゃくちゃ熱い浄土系生阿弥陀仏って教えがめちゃくちゃ熱い時期に、うん、学んでるので、うんうん、まあ、その影響、一方で真言宗っていうのは昔からもうすでに何ですかね、何500年ぐらい経ってますから、できてから、うんうん、この時点で、うん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 、だからだいぶこの なんていうんですかね、もう伝統になってるような、はい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 、うんうん、まあ、やっぱりこの一平少年アーティストですから、そうですね、はい、新しいものにというか何か熱いシーンに飛び込んできたから、はい、熱いとこに行きたい、ね、熱いシーンに飛び込んできたから、はい、まあ、お父さんの影響もあるし、まあ、当時の時代背景っていうのもあって、うん、まあ、四国であっても浄土系のところで出家したっていうところですね、うん、はい、はい、そして13歳の時、はい、禅入というお坊さんに連れられて、九州へ修行の旅に出かけます、うん、だいぶ若いですね、もう少年時代、13歳ね、うん、こういう一辺上人聖っていう有名な、うん、文献があって、この絵がね、うん、いっぱい載ってるんですけど、これ発見厳しいんで見せれないんですよ、うん、あ、そうだね、だいぶなんか若い男の子が本当に心細い旅立ちみたいな感じですよね。中学校中2ですからね、13歳、うちの娘と一緒だわ。そうですよ、娘さんがリタさんを亡くして出家するために九州に旅立つ、ね、これは泣けますね、本当に、はい、ね、うん、そういう本当に、なんていうか心細い旅立ちだったなと思いますね。でもいろいろ考えられる年齢ですもんね、なんだろう、ね、まあそろそろね、うん、そろそろその、うん、死ってなんだろうとか、うん、生きるってなんだろうみたいなこと、無常をね、まあ、感じるよね、うん、まあ特にね、身内を亡くすっていう事件もあったんで、うん、まあそれはあったんでしょう、うんうん、はい、そして、父の出家時代の仲間、あ、これ出てきましたね、つまり聖空上人のお弟子さんですね、はいはい、うんうん、この人たちもだから本当に、まあ、この浄土教生阿弥陀仏の教えの感化を受けてた、うん、お坊さんたち、うん、そこで浄土教を学ぶ、うん、最初は肥前国清水、長崎ですね、ほう、長崎に行きました。長崎の慶太上人、うん、のところで学んで、早熟な才能を見出される、うんうんうん、長崎結構な浄土教熱いみたいで、まあ、九州は熱いんですかね、九州には行って修行するけど、ね、結構九州は文化も進んでる、うん、我々浄土宗西山派っていう浄土宗と、うん、鎮西派っていう浄土宗があるんですが、うんうんうん、我々多数派は鎮西派なんですね、うんうんうん、私は鎮西派に属してるんだけど、うん、鎮西っていう、沈めるに西って書くんですけど、私一宮のヨガのお寺鎮西寺ですよ。鎮西寺ですよね。ああ、はい、そういうことね。鎮西って九州って意味です、うん、あ、そうなんですか。はい、だ 九州派なんです、あれは。あ、そういうこと。一回京都から九州に行ってるんです、うん、うん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 、法然上人が宗祖で2番目が、うん、聖光上人という九州の方なんです。でその教えが逆にこう京都とか関東とかに広まってって、うん、今多数派になっているので鎮西派って言うんです。へー、すごい。だから九州初なんですよね。へー、ね、この時も九州に有名なお坊さんがいて、その人のもとで学んでたんですが、うん、長崎の方に行くと、この人一辺上人、13歳の一辺上人は、うん、めちゃくちゃ才能があるから、うん、もう君はもう早く
奥義を学んだ方がいいよって。おお、素晴らしい。はい、お勧められるんですよ。うんうん。そして、もう一人九州にいた、青山浄土宗の開祖聖空上人の有力な弟子、太宰府福岡の正達上人のもとへ送られるんですね。でこの人のもとで12年間です。だから13歳から25歳まで、多感な時期を過ごして、うん、浄土教を学ぶので、うん、もう青春時代は全部仏教一色って感じですね。本当ですね。はい、うん、でこのままあの仏教エリートの方に行くかなと思うじゃん。だって見込まれてるじゃん、ね、見込まれてますね、うん、見込まれてて、この子はなかなかいいぞみたいなで、はい、あの人のところに行ってこいみたいな感じでしょ。そうそう、うん、自分自身もこう無常の断りを悟って、うん、で仏教の勉強を続けてたんだから、うん、なる気だ、そのままやる気だったんだろうけど、うん、ここでまた人生の一大転機なんですね。うん、はい、25歳で今度は、うん、お父さんが亡くなる。あ、へでこれで一変しよう、うん、お母さんも亡くなってお父さんも亡くなって、うん、あの天涯孤独になるんですけど、うん、この時にあのこの家を継がなきゃいけなくなる。はいはいはい、いいよね、うん、あの名門河野家ですよね、はい、うん、はい、ですのでこの時に故郷の伊予に帰国し還俗するんですよ。ま、お父さんと同じことになっとるやん。そうそうそう、すごいよね。お父さんと同じ人生をたどってるよね。うん、やっぱ家がね、そう縛る力っていうのはありますよね。うん、だけどそれは本人納得済みで、これはどうなんだろうね、わかんないよ ね、 やだっていうのはあったんだろうか、どうなんだろうか。うん、まあでもお父さんもやってたから仕方ないなって感じだったんでしょう。うん、うん、それ前例としてお父さんがあったからね。まあお父さんが亡くなって家が空くから、うん、こう帰ってこいという話ね。うん、そう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 、うん、帰るしかないか、まあ、この後結婚して子供を作ってますんで、まあ仕方ないなと思い受け入れてはいたんでしょう。はい、ということでお坊さんを一回辞めます。うん、そしてふるさとの、はい、愛媛県松山市に帰る。はい、で一辺25歳、うん、故郷で暮らすということで、うん、故郷での生活に戻ります。はい、先ほど申し上げました通りここで、うん、妻と、超逸って言うんですけど、超逸っていう名前なの、これ多分ねお坊さんネームだと思う。後で妻と、はいはい、ブッダみたいな感じで妻と娘も結婚出家するんで、あーそっかそっか、うん、後の仏教ネームかもしれない。はい、超える一と書いて超逸なんですけど、奥さんの長一と結婚し、娘、うん、長二、あ、間違いないですねこれね。ネーミングセンスねえなと思いますけどね。一と二、太郎二郎みたいな、長一と長二みたいな。すごいっていうのは分かりますけど、長だからね。そうそう、すごいのは分かるけど、ね、すごいのは分かるけど一と二かめ。はい、娘だったんですね、子供さんね、はい、娘です、はい、うんうん、娘が生まれますということで、あのまあ半分お坊さん半分俗人みたいな生活を送ってたそうです。ああ、そうなんだね。そうそう、だからもうそれはだって13歳から25歳までずっとお坊さん生活。そうですよね、もうそれしか知らないぐらいな感じだもんね。いきなり急になんか俗人に戻れって言われても、うん、戻れないよね。習慣というかもう身についたものがあるので、うん、うんうんうん、なんですか、だから一辺上人自身のお言葉で言うと、時々はこういうお経を開いて、うん、権行をすると、うん、修行をする、はいはい、お経を唱える。で、うん、時々は、俗人に交わりてなんで、まあ、普通の人と混じって、うん、例えば子供と一緒に駒みたいな、まあ、遊びをしたよみたいな言ってらっしゃいますので、まあ本当に、仏教のプラクティスを続けつつ、まあ、在家生活もするということで、うんうん、結構平穏な日々だったみたいですね。これが 8年間続きます。うん、はい、でもこのまま行ったらこのまま平和な一生を終える、幸せに暮らしましたとさっと終わるやつですよねこれね。全然ロックじゃないじゃん。ロックじゃない、まだロック感出てきてないですね。はい、当然一辺上人にはこう、うん、波乱万丈のね、ここから来るんですか、はい、人生が待ちわびてます。何が起こるかというと、うん、襲撃事件です。何も襲撃。はい、奥さんと娘と平穏な、うん、遊んだりしながら平穏な日々を過ごしてた一辺上人ですが、うん、33歳で、はい、親類家のいざこざが元で、
はあ、一辺上人が襲撃される事件が発生しました。怖っ。だから親類が来たっていう話ですよね、遅いに。まあまあなんていうか、一辺上人はこれお兄さんがいたらしいですね、次男だったんですよもともと。でお兄さんがいたんでお兄さんが継ぐはずだったんですけど、お兄さん先に亡くなっちゃったみたいで。あ、結構早い家系ですね、皆さん亡くなるのがね。そうだね、うんうん、まあまあまあ、あの戦争もいっぱいあったんで、うん、病気もね、うん、でただお兄さんには子供がいたらしくて、はい、でその貢献をしていたみたいですね。あ、貢献人になってたってことね。うん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 、で、まあその子に継がせようと思ってたらと思うんだけど、うんうんうん、親族が邪推して、なんか一辺上に、うん、この河野家乗っ取ろうとしてないみたいな、うん、はいはいはい、もう昔あるあるだね、そういうのね、はい、疑いをね、うん、かけられたみたいです、はいはいはい、うん、うわあ。で、子供も成長してきたし、うん、もう子供に継がせろよみたいな、一辺邪魔だなってなって、うん、で親類の人がある日、殺害しようとして、怖い怖い、はい、襲撃をされたんですね。すごいね。一辺少年はでも武士ですから、これはこの肘、なんていうか、縁起絵という文献に書いてあるんですけど、うんうんうん、傷をこうむりながら、うん、敵の太刀を奪い取りて命は助かったと、うん、かっこいいな。もうここら辺ロックから始まり、そうなんです、そうなんです。うん、やっぱ半分お坊さんなんだけど半分は武士なんだよね、うん、武士なんだね、武士の遺伝子めちゃくちゃ持ってるんだよ。そうかそうかそうか、だから真剣白、これ絵見ると真剣白鳥ですかね。やってるのここで、こんな感じで、こんな感じで、はい、かっこいい。すごい、はい、でももう本当に殺そうと思ってきてる勢いだから、はい、それ止めるのすごいですよね。そう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 、だからもうガチで切った張ったの世界で生きてる人ですから、すごい気合が違うんですよ、気合がね、はい、うわ、命かけてるぜ、まあ、うん、そうそうそう、まあ、うん、この子でマジで殺されそうになりまして、うんうん、でもまあ命からがらなんとか助かったと、うん、で、うん、何を思ったかというと、やっぱ自分がここにいたらまあ邪魔だなというか、これ争う元になるんだってことが分かったんで、でしかも なんていうかこうそういうのに疲れたんでしょうね、もうめんどくさいっていうか、もうね、うん、そうね、もうええわみたいな感じ、もうそのためにわざわざね、帰属して、うんうん、戻ったのにね、属性に、そう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 、うん、帰ってこいって言われたから帰ってきたけど、ね、これだったらそれが元でね、うん、うん、自分がやっぱり、うん、好きな仏教の世界、出家の世界、そうだね、なんかそうだよね、うん、思いますよね、戻ろうよ、うん、ということで、うんうん、ここで一辺上人は再出家いたします。おお、33歳でね、うん、33歳で、2度目のスタート、おお、ね、人生の、うん、こっからです、やっぱね、ここで一度ね、うん、こういうなんていうかね、家庭生活を味わって、うん、そしてこういう事件があってっていうことで、うん、こっからなんか気合いの入ったロックな人生がね、うん、スタートしてくるんですよ。おお、再出家した一辺上人ですが、ここから放浪の旅に出ます。もう娘と嫁は置いて、俺はもう出家するからで、うん。でもね、ここが面白いんだけど、娘と嫁はね、連れてくんだよ。あ、一緒にそうなんだ。うん、第一なんかは連れてくんだよ。善光寺。一辺上人、善光寺も、うん、日本全国まず連れてくの。へ、一辺上人はまあ善光寺にまず向かうんだけど、うん、一辺上人ってあんまりお坊さんお坊さんしてないんですよ。うんうん、そのなんか戒律を守ってこう、はいはいはい、寺の中で過ごすっていうよりも、うん、そのなんていうか属性に結構交わってるのよ、うん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 、だから結婚してても別に悪くないっていうか、はいはい、娘と娘連れて修行しててもなんか全然それを、うん、なんていうの、後ろめたいとか思わない。はいはいはい、へえ。で寺も持たないんですね。そしておお、ずっと放浪してるんで、うん、へえ。だからもう結構まあそういうスタイル、相当迷惑でしょうけどですね、まあ、時々いるよね、家族でバックパッカーになっちゃうみたいな。あ、いるよね、はい、子供大変だよねみたいなやつね、はいはい、俺についていこうって感じですねへえ。まあ、とりあえず最初は連れてきます、はい、でまずは善光寺に向かいます。なるほどね、この間しょうもさんがお参りに行ったとこね。
そうなんですよ。御開帳見に行ったとこね。前の放送、前の一編承認シリーズやった時はまだ善光寺をお参りしてなかったんで、うん、ああそうか、凄さとかが分かんなかったんだけど、うん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 、もう今ならなんで善光寺行ったかっていうのはなんかよく分かります。あへえ、うん、もうこの鎌倉時代から善光寺ってもうスピリチュアルスポット、もう超パワースポットだったんだよね、うん、もうあそこに一生に一回は行きたいなみたいなやつ、てかもうそこがお浄土みたいな、うんうん、ああそういうこと、おう、うん、そこにいればもう生身の仏様と会える、うん、へえ、そりゃ行きたいよね。あの善光寺の阿弥陀さん見たでしょ。うん、見ました。あの、まあ、あの見たさんと見たら岐阜の善光寺ですけど、岐阜、うんうん、あの阿弥陀さんっていうのはもう動くって言われてて、うん、動く伝説があるんだよね。へえ、生きてるんだ。うん、でインドから渡ってきてるし、うん、うん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 、インドから渡ってきた日本最古の、そして、うん、動く生きたブッダって言われてますから。へえ、そりゃ会いたいよね。だから日本最強のパワースポットですよね。いやーそうなんだ。え、伊予から長野って遠いよね。でもね、昔から歩いてですよ、歩いてきた、すごいな、さすがだな。まあでも多くの人がいたんですよね、本当に。 あの、うん、まあ、お伊勢参りと並ぶぐらい の、うん、あのパワースポットで、もう日本全国から、うん、もう宗教者スピリチュアル系の人が集結してたスポット。へえ、だって今でも700万人とかいますからね、あの、すごいな、の時は。へえ、だから善光寺信仰みたいなのがあるんだね。そう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 、うんうんうん、もうあそこはお浄土だし、ブッダと、うん、生身の阿弥陀さんと会えるっていうことで、うん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 、この人はもう直だ、会いたい人なんで、うんうんうん、そういう神仏と、うん、会いに行こうってなったね。当然勉強するとかじゃなくて、うんうんうん、感じたい人なのね。感じたい人、うん、ブルースリータイプね。はい、ブルースリータイプなんですか。考えるな感じろってやつ。まあそうです、考えるな感じろ。うん、ってことで善光寺に行って、ここで善光寺こもるんですよね。こもるんだ。はい、こもります、うん、あの当時の善光寺はこもれた、泊まれてこもれたんです。あの、そうなんですね、本堂で。へえ、うん、こもりたい人はもう何日でもこもることができた、そういう場所の道場だったんで、うんうん、へえ、でこもって、二河白道図っていうですね、この仏様の、まあ、絵です、あの図を監督したって書いて、書くっていうか、うん、文字通りは監督したって書いてるんで、ビジョンとして見たみたいな感じなんですよね。何、うん、ですと。すごいね。だからビジョン、ビジョンです、ビジョン。二が白道図っていうのがこの右にあるやつですか。そうです、ちょっとこれもっと分かりやすいやつあるんだけど、著作権フリーのやつこれしかなかったので、うん、あーへー、うん、ちょっと分かりにくいんだけど、うんうん、これは浄土系ではすごく有名な図で、うん、の要は二がっていう2つの川なんですけど、うんうんうん、右に、水の川、うん、左に火の川、うん、右が確かあれだったな、なんていうの、欲望を表してる川、うんうん、左が火の川っていうのが、怒りかな、火と怒り、うん、火と怒りにこう包まれてる、まあ、うん、我々は火と怒り、あの、うん、まあ、愚かさとか、欲望とか怒りにこう包まれて生きてるじゃない、うん、でその中に、2つの川の真ん中に白い一本の細い道が走ってると。お、それが白道ってやつね、うん、はい、で、うんうん、その先に阿弥陀様がいらっしゃる、うん、ああ、でここにいらっしゃるのが阿弥陀様。そうで、ね、後ろの方からは、うん、盗賊とか野獣とか獣とか、うん、まあすごい人たちが、まあ悪者というか悪党というか恐ろしい者たちが迫ってきて、うん、で絶対絶命のシチュエーションで、川はもう落ちたら死ぬみたいなところで、絶対絶命のシチュエーションで一本の道が現れて、お釈迦様が生阿弥陀仏と唱えて、その道を行きなさい、向こうには阿弥陀様がいらっしゃるから怖がらず行きなさい、うんうん、そして阿弥陀様がこちらに来て迎えてくれる、そういう図なんですよね。へえ、素敵。はい、それを監督した、これは昔から、うん、昔からあって今もよく使うなんだけど、それをビジョンとして見たみたいですね。おー、すごいな。それを本尊として伊予に持ち帰った。本尊として、うん、はい、この図を監督してビジョンで見たやつを書いて、ね、はい、それを自分のご本尊として、うん、松山、故郷松山に持って帰るんですよ。監督したものを書いてっていうのは、もともとあった図をもう一回ビジョンとして見たんじゃなくて、うん、完全に今までなかったものを
一辺承人が初めてこういうものだなって感じ取ったってことですか、うん、を絵にしたってことですか、うん、いい質問です。この二画白道図はもともとありました。前から中国からあった。あ、そうなんだ。中国のおばさんが、あの、例えとして言ってるので、うんうん、あの昔からあるんですけど、でこれを難しい監督したって書いてあったから、これはなんていうの、その善光寺でもらったのかで、うん、ビジョンとして見て自分で書いたのか、それとも誰かに書かせたのか、うん、それはもう全く書かれてないんですよ。あ、でもこれを本尊としようって思うぐらいのことがなんかあったんだよね。そう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 、うん、そうだね。へえ、うん、その辺はちょっと本当に一辺承人、あのスピ系の人なんで、何が起こったか分かんないですよね。何が起こったか分かんないんです。自動食器でなんか書き始めたかもしれないもんね。こういうエピソードばっかなんですよ、この人は。あ、そうなんだ。あのビジョンをもらったみたいなとかどういうことみたいなですね。何ですか、あの、うん、物体化現象みたいな。はい、ちょっとなんかそれインドの聖者にあるパターンのやつですよね。あるパターン、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 はい、まさか日本にもいらっしゃったとは、そういう方が。いやいや、あのそういうもう正統のスピリチュアルな人ですからね。えそういうエピソードがいっぱいあって、あ、わ、まあこれで持ち帰ったんですね。そして、故郷に一旦帰ります。はいはい。久保寺での3年間の修行と、そして悟りとタイトルつけましたけど、一辺承人は、久保寺というと、これ多分あの88箇所の一つだと思いますけど、あの右の方に、これは岩屋、あの岩屋寺っていう違うところなんだけど、まあ、こういう険しいところですね、はい、あの、あ、はい、絵で見ると本当にはしごがかかって岩山のてっぺんみたいなところ。あの興風寺とはちょっと違いますかね、金火山のね岩を。まあでも確かあれもこんなこと言ってましたよね。うん、岩屋寺にインスパイアされて作ったみたいな。そうそうって言ってましたよね。うん、言ってました、言ってました。あの感じです。岩石、もう岩窟みたいなところ、もうザ修行、はいはい、ザ行場みたいなところ。うんうん。ああいうところに、まあ、ちっちゃな暗室を結んで一人でこもった。はい、へえ。で、どのぐらいこもったかっていうと、3年間こもります。うんうん、おお、そう。ここは家族連れてかなかったわけですね。つけてちょっとこもってくるよって。うん。はい、一回故郷に帰って、多分家族を置いて、置いて、で、ビジョンを見て、それを本尊にして、阿弥陀仏のね、二画白道図を本尊にして、3年間、もう念仏三昧の修行を見励む。ひたすら念仏を唱えたってことですね。はい、もうザ修行です。うん、もうそして、この岩山の、うん、小さな庵で、初めての悟りを得ます。うん、その時に読んだ、歌、和歌、うんうん、和歌じゃないな、まあ、下段でガーターですね、うん、はいはい、それが、11-20という、ほう、12-1234567891012-123、うん、の1、それが、うん、フニアドバイタですね。おほう、はい、10と1は2つにあらすという、うん、あ、かっこいい、かっこいいじゃん。アドバイターっぽいでしょ、うん、はい、そういうあの下というか悟りを得るんですね、うんうんうん、でこの悟りをちょっと紹介するんですけど、はい、実行の奨学は衆生会のためならば、実行っていうのは、うん、遠い昔っていう意味なんですけど、一行ってすっごい前ってことなんだけど、うんうんうん、その一行、二行、三行、四行、十行ね、すっごい昔でね、はい、阿弥陀さん、そうです、うん、あのまあ具体的には阿弥陀さんが悟った時なんですけど、うんうんうん、遥か昔に阿弥陀さん悟ってるんで、うん、その十行の奨学、うん、阿弥陀さんの遥か昔の悟りっていうのは、うん、衆生界のため、そのみんなの、はい、私たちのね世界ね、はい、生きとし生けるもののためですから、うんうん、一年は往生弥陀国なり、うん、一年一回生阿弥陀仏と唱えたら、うん、もうそこは、うん、阿弥陀様の世界に往生することなんだって言ってるんです。うん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 、これよくあるんですけど、普通の解釈では亡くな、うん、生阿弥陀仏と唱えて、うん、はい、亡くなった後に阿弥陀さんが迎えに来てくれてるの、うん、阿弥陀極楽浄土に行けるっていう感じじゃないですか、はいはい、うん、亡くなった後にね、一回念仏をするとかじゃなくて、うんうんうん、もうずっと念仏をしていて、うん、この信仰、心と体が合致した、はいはい、うん、その信心
が、なんていうか確立した時に確立して、うんうん、そういう状態になってると皆さん迎えてくれるっていうのは、まあその人、ね、普通の、うん、そうですね、うんうん、感じですけど、もう、うん、一点承認はピュアランド is here and now の人なんで、お浄土は今ここに、お浄土は、お浄土はここに、お浄土は今ここに、今ここに、はい、生阿弥陀仏唱えたそこがもうその瞬間、そのこの身、このこの身そのままで阿弥陀様の世界にいると、素敵、うん、いう教えなんですよ。うーん、で続きを読むと、十、と一とは負になりと無償を称すれば、うん、つまり阿弥陀さんが十光の昔にこう生、うん、十光の昔に悟りを得た、遥か昔に悟りを得たという、うん、そういう十っていう、うん、悟りと一、うん、今生阿弥陀仏って自分が唱える、これは負になり、つまり、うん、同じだと、違わないと、分けてないよ、仏の悟りと、うん、はい、うん、仏の悟りと私が今唱える生阿弥陀仏は一緒だって、うん、これもほぼ私が仏になるみたいな、阿弥陀さんになるみたいな、う、ね、うん、唱えたら時はもうそれはそうなんだみたいな感じ、うんうん、これちなみに浄土系ではもう超異端だけれど、異端なのこれ超異端です、これはここまでいったら超異端だと思います。でまあ続きを紹介すると、うん、で阿弥陀さんの、悟りと私の念仏が一緒だよっていうことが分かれば、うん、国と界と平等にして大円に座す、これは国っていうのは今生きてる国、うん、この日本国と、はい、その界、界っていうのは阿弥陀様の世界、うん、はいはいはい、平等、うん、同じ、うんうん、同じで、大円、もうほとこの今ここで生きてるこの日本のこの世界、この松山、うん、これがもう阿弥陀の世界、阿弥陀様と一緒に座ってることになるんだよっていう、うん、おお、素晴らしい、ベータンだ、ベータンだはい、マジでそう、うん、そうだ、あのね、ベータンだもんね、ラーマクリシュナとめっちゃ近いですね、あ、うんうんうん、ねえ、へえ、溶け合ったんだね、うん、うん、もう今ここでこの、うん、なんていうのか、自分と宇宙、うんうん、自分と仏 が、ね、うんうん、アートマンとブラフマンが同じであることが、うん、体化してるんだね、はい、分かればうん、うん、もうこの好みそのまま今この瞬間この場所で、うんうんうん、もう宇宙と合一してるみたいな、だね、ほんとそんな感じですね、はい、合一したんだな、はい、おーすごい、これお経読んでたら絶対出てこない解釈なんですそうなんだ、はい、だから信心みたいなのがやっぱすごい大事だよっていう感じなのか、ちゃんと阿弥陀さんもなんていうか条件を付していて、うん、ちゃんとこの信心、一心に生阿弥陀仏と唱えて、うんうん、阿弥陀様の世界に生まれたいと、その心と行が確立した時にあちらの世界に行けるんだよと往生する、しかも臨終の時にって言ってるんですよ言ってるのか言ってるのか臨終の時にうん、お浄土に行けるって言ってるんですよ、ああそうか、そうすると、はい、全ては仏なりみたいなのともちょっと違う、だからもうね、うん、どっちかっていうともう浄土教を飛び越えて、うん、もうベーダンタです、うん、そうですね、ベーダンタですよね、はい、来てますねこの、はい、もうこの、なんていうの、降りてきたんだろうねそういうのがね、そうなんですよ、この人はもうね鉄頭鉄尾降りてくる人なんですよ、降りてきてるね、うんうん、もう競技とか割とどうでもいい感じの人なんですよ、ね、どうでもいいよね、はい、でもその念仏っていうのを通して説明するならばこうなんだよね、てか自分の瞑想体験、悟り体験、念仏体験が絶対なんだよ、うんうん、そう、まあそう、まあそうですよね、結局自分がそうした体験をされてるんだからね、うん、そう、だから本に書いてあるとか、うん、偉いお坊さんがこう解釈してるとか、うん、もうそういうこと全然言わないの、この人、なんかでもヨガの人もそうやっておっしゃってました、どの先生か忘れたけど、一番自分の体験こそが先生だみたいなね、はい、うん、いやもうそれはなんていうか真理だし、もう一番、そうですよね、もう、うん、な本当に確信でしかないですよねそれはね、うんうんうん、だから一平上人が大好きなのはそういうなんていうのかな、うん、時代とか、なんていうんですかね、その文脈とかにこう、うん、そうね、伝統とかね、いろんなものに振り回されてないですよね、はい、なんか本当、ね、うん、古代以来の純粋な宗教者みたいな感じの、うん、あの伝統に生きてる感じがする、うんうん、そうだね、本当に世界のどこでも、うん、どの宗教でも起こってる、うん、なんか人間が持ってるもう本来的な悟りというか、うん、宗教的なスピリチュアリティに生きてる人なんだよね、うん、シャーマンですね、
いや本当そうなんですね。だから超異端なんだけど、もう、うん、あもうそれ僕言いたいみたいな、いつも言いたいみたいな、これが言いたいんだっていうのあの言っちゃってる人なんで。言っちゃってるんだね。かっこいいなと思って僕も。でも除外されなかったんでしょそれは。というかまあこの人は自習という、この人自身の宗派を作りました。ああそうかそうか、だからね、どうでしょうね。でもロックすぎて、どうやらこの自習、うん、なんていうか自習のお坊さんに聞いたんですけど、うんうん、あのその解釈は取らないみたいですね、今の自習では。今僕が言ったベータンター解釈、はい、宇宙と一体化する、阿弥陀と合体するみたいな、へえ、この一回でも念仏すれば、うん、この世界と仏の世界の区別はなくなって、うん、この世界の仏様と会うことができますよ、うん、みたい な、うん、なんか、はい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 、いいね、この解釈はかっこいいんだけど、今の自習では取らないみたいですね。あ、そうなんだ、うん、やっぱ今の自習ではちゃんとお経に書いてある通り、あの臨終の後に成仏するという、うん、迎えに来てくれるよってこと、解釈とるんで、自分が作った宗派の人ですら多分ちょっと受け止めきれないロックさなんだよね。かっこよ。でも本当にもう暴走と言ってもいいぐらい、こう異端中の異端の解釈なんだけど、うん、でも僕もそうだと思うもん、最初。いや、そうだと思いますよ、私も。僕もそうだと思うもん。そうだと思う。いや、逆にこうじゃなかったらおかしいと思うもん。そうですよね。うん。うん、そう思う。うん、唱えた、その今なわけだから、うん。これがもう僕の感覚にジャストフィットだもん。なんかジャストフィットする、私も。めちゃくちゃ。うん。うん、だから感覚をそのまま言葉にするならばこうなるんでしょうね。うん、そう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 。うんうん、もう本当にあのなんていうか、やっぱりその教義とかってあるんだけど、うん、なんかそれって絶対本質的なことじゃないと思うし。うん、そうだね、うん。だって分かれないはずだよねって思いますもんね。分かれてないわけだから本当は。うん、そう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 、ね。分かれてないのが、あのなんていうか悟りとかそういう世界の話だもんで、うん、そうですよね、うん、そんななんか、うん、死後とかなん、うん、なんていうんだろうな、そんなカッコつけるかなみたいな、ね、今ここが極楽浄土になるよねっていう本当はね、うんうん、僕は本当それ で、ね、これ異端だけど、うん、僕はいつもちょっとなんていうか、あの偉い本山とか偉いこの先生とかを気兼ねして、うん、まあ、あまり表立って言わないですけど、まあ心の中ではこれ、ね、うんうん、だっていつも偶然行ってリトリートなんかね、昨日もさせていただいたけど、もうここが極楽浄土でしょうって思いますもん。そうですよ、念仏の念は今この心ですから、今の心が念仏って、今の心が仏になると書いて念仏ですから、うん、そうですよね、その、はい、そのままじゃないですか、一辺承認一辺承認じゃんみたいなね、え感じですよ。はい、いやで、あのこの悟った時に自分の名前を改名するんです。おお、自分で考えたのね。はい、うん、この一辺っていうのは、一っていうのが仏、仏、うん、そして辺っていうのがあまねくなんで、これが衆生、生きとし生けるもの、はいはい、うん、この名前の中に仏と、うんうん、生きとし生けるものが同じだ、一緒になってる、はい、あー素敵めちゃくちゃかっこいい、素晴らしい、はい、もう悟りがそのまま名前にクッとね集約されてるっていう。そうなんですよ、うん、本当に一辺承認ってかっこいいしロックだなっていう感じが、ね、うん、もうなんかもう好きですもんもう大好き、うん、いや本当に分かるでしょ、僕が惹かれるって、なんで惹かれて、うんうん、分かる、自分の言いたいこと全部言ってくれてるしそうですよね、うん、なんか学べば学ぶほどね、うん、この人って、なんていうか今ネイティブアメリカンのシャーマンとか、うん、はいはい、もうやっぱり夢でビジョン見たりとかして、うんうんうん、あんまりその文献でこう、うん、なんか仏教の悟りとはとか、あと難しい禅の語録とか、うん、そういうお経の研究とかそういうんじゃないじゃん、もう、うん、普通に降りてくるって、降りてくる、なんかもう知恵にアクセスしてるんですよね、そうなんかね、そうなんだよ、うん、できちゃうんですよ、やっぱそれが、うん、あの、うん、多くの今の現代西洋人アメリカ人とか、うん、をこうアトラクトするというか、ああそうでしょうね、魅了して、あの、うん、ネイティブアメリカの儀式とか今でもすごく盛んに行われてるでしょ、うん、西洋人も、うん、日本人もわざわざ向こうの、うん、なんとかセレモニーに参加して学ぶ人いらっしゃるし、
ヨーガもそう、ヨーガもやっぱなんで活力があるかっていうと、うん、あの人たちは結構やっぱビジョンとか自分たちの中でこう見て、うんうん、経験とかの中で見て、なんていうか、伝統を作っちゃうんだよね。あー、はい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 。あのクリシナマチャリアとかもそうだけど、うんうんうん、ヒマラヤであるか分かんない文献みたいのを、分かんない、あ、いるか分かんないグルからもらってで伝説いっぱいありますからね。そう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 、うん、こう科学で、科学というか、なんというか、人文学というか学者の世界で研究しちゃうと、これって実はこうレスリングとか西洋の体操からの要素を盛り込んだだけで、なんかすごい新しい体操だよねっていう冷めた視線を我々は持っちゃうんだけど、でも本人たちの意識の世界ではこれはヒマラヤに隠されていた秘伝の儀式とか、うん、アーサナとかプラナヤマの行法を復活させたというか、うん、そういう語り口じゃない、うん、多分信じてるじゃんそれ。そうね、うん、信じてるね。でもだから多分だから多くの人を引きつけるんだと思うんだよ。まあそうでしょうね、だってその人が確信してるから、それをもう、ね、その信じる力、うん、その信じる力とか、うん、なんて言うんだろうな、本当に多分自分の中のリアル、この瞑想体験とかヨガの体験の中のリアルをそのまま告知にしてて、それがなんていうか、どっから持ってきたとか、うん、結構ネイティブアメリカンとかもあるみたいなんだけど、なんか明らかにそれ最近のなんていうかアメリカの事情が影響してることとかビジョンで見るんだけど、でもそこにビジョンっていうのを返したらもう全部伝統に組み込まれるんだよね。お前その道具明らかにそのなんていうのアメリカで今売ってるやつじゃんみたいな。そこをビジョン見てみたの。そう、ヨガで言うと、うん、ヒマラヤとかに1回行って1回行くと、うん、なんかそこで全部伝統になっちゃうみたいなところがある。歴史を作ってる人たちなんね。そう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 、ね、でも、うん、なんか僕それ結構茶化したりなんかこう、うん、なんていうかなそれを暴いたりするの好きだったんだけど、うん、最近思うんだけど、やっぱそれが宗教に活力を生んで多くの人をこう魅了するんだと思う。まあそうでしょうね、その情熱というか信心の深さというか、そう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 、ね、もう科学的にどうとか、うん、なんていうのか歴史的にどうとかもうどうでもいいみたいな、うん、そうね、なんかあの人すごいなんか情熱的に何かやってる、なんだろうみたいなね、なんか目が離せないみたいな、圧倒的なリアルみたいな、うん、なんか、うん、今そこにある、うん、なんかむき出しなんだよねそういう人たちって。そう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 、あの岡本太郎もそうだし、あの一平賞にもきっとそうだったと思うんだけど、すごい純粋なんだと思いますよね。そうですね、うん、エネルギーがね、だって10歳から25歳だっけ、13歳くらい、はいはいはい、そんな一番の時期にもう仏教で育ってきてるわけだから、あんまりついてないんじゃない汚れが。うん、いや本当にそうですね、うん、まあ汚れっていうか、うん、結構やばいぐらいの時代ですから、殺し殺されみたいな、そうだね、時代ですから、うん、まあなんていうかもう明日はないみたいな時代で、本当に仏教に明日はないみたいな時代を生きてる人。あ、そうか、仏教にね、まあ自分の命もそうだけど、うん、命もそうだけど、うんうん、だ本当に、なんていうんですか、もう明日ないんだから、そんな歴史がどうとか、うん、この経典の研究とか、そうだよね、もうそんな場合じゃなくて、今しかないんだもんね。そうそうそう、今この自分と向き合うこれしかない、うん、そうだね、そうだね、もうそこをリアルでやってきてるんだな、崖っぷちでやってるからさ、もうヒリヒリ感から生まれた教えっていうか言葉、うん、生き様なんで、説得力ありますよね、うん、それが僕多分響く、めちゃくちゃ響くんだと思う、うん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 、やっぱそうだよねみたいな感じやっぱそうだよねって思いますね、はいはい、もうヨガにも通じるし、すごいな、やっぱりまあ共通なんだなって思いましたね、うん、そう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 、だから本当に、うん、なんていうの、日本の宗派っていうのはガラパゴス化したものが多いけど、うん、この人は本当にユニバーサルだと思う。そうですね、いや本当に経典に縛られてないっていうのが分かります。多分ヨーガの聖者にも慣れちゃう、うん、そのまま慣れた、絶対慣れたよ、うん、慣れた慣れた多分ヨーガの聖者になるし、ネイティブアメリカンの聖者にもなれる、うん、なれる、うん、そうね、うん、また違う宗派だったとしても、そういう何かを見出したでしょう ね、うん、なると思いますね、神言宗だったとしてもね、うん、うん、やっぱそれはね、めちゃくちゃ惹かれるんで、なんかその才能みたいなの実は見出されてたんじゃないですか、最初の頃にね、
こいつはなんかすごいぞみたいな。まあそれはあったんでしょうね。はい、多分その真剣さっていうのが全然違ったんでしょうね。まあそうでしょうね。うん。うん、へえ、はい。ということで、もうあの最初の悟り、まあこれが、うん、30代前半ぐらいそうです、ね、までの人生で最初の悟りを置いて、うん、もういよいよお坊さんとしてこう進化を発揮していく。おお、うん。この後はこの悟りをみんなに広めていく。うん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 、そしてその中でどんどんこのアーティスト一辺っていうのが開花していくんですよ。へえより強烈になっていくんですね、はい、個性が全開に、はい、そしてあの神様からの信託っていうのもすごい信託受けちゃったり、うん、受け取るの、はい、すごいじゃん。めっちゃ楽しみなんですけど、めちゃくちゃ一辺書にもうこの後もですね、うん、どんどん ロックエピソード、スピリチュアルエピソード満載なんで、いやめちゃくちゃ楽しみ、はい、もう好き、ね、もう好き続きも楽しみにしていただけたらと思います、はい、はい。ということで、面白かったなと思ったことはまた、はい、チャンネル登録とか、はい、今回も一平賞にここが気になるみたいなコメントとか、うん、どしどしお寄せいただけたらと思います。ではでは、今回の配信はこれぐらいになります、はい、次回もどうぞお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。ロータスラジオ公式 LINE できました。イエーイ。登録するとどんないいことがあるんですか？登録するとですね、参加型公開収録、オフ会、リアルイベント、特別ライブセミナー等々をですね、ご案内して参加いただけるという形にします。特典いっぱいですね、はい。どうやって参加するんですか？詳しくは概要欄にありますので、そちらチェックください。ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございます。この番組では、仏教やマインドフルネスについて、宗派や教義を離れた立場で、自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上お聞きください。それでは次回もお楽しみに。